スペースフロンティア特集、ガンロボキラー X 編、その4、光騒然と、月吉と、狼の遠吠えの巻。私は、日本月吉、生物学研究所の、初代所長の姫子である。私は、植物の交配のために、蜜蜂を月に持ってきたが、彼らは月で魚雷化した。月の環境下では、突然変異をきたす種も多いために、居住区を、モジュール化させ、管理している。そんな管理下の中だが、銀ちゃんの水のおかげで、今や、月の植物園は、地球上のそれと、変わりはない。そんな中、ついにセクシーサンタを含む、第三次派遣隊が、月に向けて、出発した。月先遣隊の苦しめられたものの中の一つに、14の昼と14の夜があった。だが、それは、月で作られた太陽光の反射を利用した、収束光送電システムで、解消された。第三次派遣隊が開発した、日本初の、月の大規模基地、かぐや姫もその恩恵を受けた。山の上や、クレーター上層部に作られた、収束光送電システムは、やがて月を一周する。そして月は、比較的早い時期に、不夜城と、カスノだった。第三次派遣隊到着と同時に、ついに第一次派遣隊の最後のメンバーの4人も、帰還命令が下された。銀ちゃん、2年間の長期の任務、ご苦労様。その日、日本月開発基地の、ゲストルームで、銀ちゃんの送別会が行われた。銀ちゃん、地球に帰っても、また連絡ちょうだいね、元気でね。君たちも元気で、月は、危険なところだから、くれぐれも用心してくれよ。その後、第三次派遣隊は、資源探索や、採掘を続けた。そして可動式の通信機能も装備した、月のどこにいても共有可能な、大規模な光送電システムを、完成させた。またわずか10人にも満たないチームで、1000人以上が、生活可能な月基地を築き上げ、太陽電池も量産した。また数多くの科学者と、企業が、この月の環境に、興味を抱き、移住を希望した。月の生活は、やがて現実のものとなり、人々の夢と希望となり、毎日、月基地のことで、地上は、盛り上がった。狼銀狼は、地球に帰還したが、先に帰還した仲間とは、異なり、目立たず、地味だった。いつも地上で遊んでいた、弟の星尾も、三叉姉妹も、今は月にいる。おい、みんな、早く、月から帰ってきてくれ、ローン。狼一族が、月を見ると、遠吠えをするのは、こういうわけがあったからだとさ。それじゃあまたね、バイバイ。